今回もですね、前回のロナウドに引き続き、ブラジルの紹介しましょうか。いや、これはもう、文句なしで素晴らしいでしょ。ロナウジーニョ・ガウジョ、左サイドのもうマジシャンですよね、本当に。いや、この人のプレーは本当ね、引きつけられましたよね、マジでね。ただね、この人ね、別にロナウドと違って、怪我とか全然しないです。むしろ体めっちゃ丈夫なんですよ。でもね、ピークがこの人短くて、やっぱね、南米の選手だけじゃないですけど、やっぱサッカー選手で、この人も若くしてワールドカップ取ってるんですよ。やっぱね、そうなると目標を見失うんでしょうね、本当に。いやー、ピークがね、3年か4年かな。もう20代半ば過ぎにはね、ピーク過ぎてたんですよ。これからピークを迎えるっていう時に、もうなんか堕落した生活を送ったんですよ。もうこの人も毎日パーティー三昧やったんで、そらね、そりゃいいプレイできないですよ。だからもう30ぐらいでもうヨーロッパ離れてるんじゃないですかね。多分地元の南米とか帰ってね。まあさすがに今はもう引退しましたけど。で、引退してからもね、もう本当にもうね、カーニバルっていうか毎日がなんか本当に、ね、お祭りフェスティバルみたいな生活をしてたんで、金をね、使い果たしたらしいんですよ。現役の時に稼いだ金を。信じられないでしょ。あら、何百億は言い過ぎですよ。何十億って金あったはずなんですよ。でもそれ全部使い切って。で、なんか使い切った挙句に、どっか南米かどっかで逮捕されて、まあ今釈放されてるんですけど、まあ今はね、どんな生活してんのかわかんないです。まあ多分インスタ見たらわかるんですけど、インスタも俺別に登録も何もしてないんで、ね、この人も。いや、もったいなかったですね。多分左サイドといえばこの人第一人者ですよ。この人がクリスティアーノ・ロナウド、どっちかですからね。そのぐらいすごかったですからね。まあ、この選手多分知らない人って多分いないと思うんですけど。まあ、この人も結局全て勝ち取ったんでね、チャンピオンズリーグも取ったし、ワールドカップも取ったし、まああれかな、クラブワールドカップは取れなかったのかな。南米のどっかの代表に負けちゃったんで、確か。先生、確か負けたんや、どっか南米の代表にね。もうその頃にはもうピーク過ぎてたんですけど、はっきり言って。で、バルセロナの後にね、まあ、結局バルサは追われる形になったんですよ。これだけのスーパースターなんですけども、練習もなかなか遅刻も多いし、で、パフォーマンスも落ちてくるし、ほんで、ペップ・グアルディオラから前をクビって言われて、で、ミランに行って、で、ミランでもやっぱりそういう生活で変えられなかったんで、結局ミランでもね、パフォーマンス上がらずっていう感じでしたね。いや、もったいない選手ですよ、本当に。ね、歴代最強の左ウィンガーなんですけど、旬が短すぎるってまさにこの人のことかな、本当に。まあでも一番のハイライトはあっぱれかな。バルサ時代のレアルかな。カウンターから1人で3人ぐらいから抜いてゴール決めた。ゴールは痺れましたね。動画にあると思うんですけどね、どっかに。探して見てみてください。そんな感じかな。今何してるんですかね。まあぜひ機会があったらね、コラボしましょうか、ロナウジーニョ。ね。まあ、そんな感じで、元セレソンで元バルサのスーパースター、ロナウジーニョの紹介でした。ありがとうございました。